おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、京浜東北線でも比較的新しくできた、一面二線の京城駅の西川口駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。配線図はウィキペディアを参考にしています。今回もプラキッズ町の駅と、プラキッズ京城駅を使っていきます。東北本線の線路を追加し、湘南新宿ラインの線路も追加します。伏線幅広ポイントレールで伏線幅に戻し、大宮方面にレールをつなげます。赤羽方面にも、伏線幅に戻し、レールを伸ばしていきます。湘南新宿ラインの線路には、かつて、川口駅まで貨物線が続いていました。現在は開発され、その後はほとんど残っていませんが、西川口駅の南側にあるオーバークロスは、貨物ホームへの連絡線の跡です。これを再現したら、曲線レールや、マガレールなどで、試行錯誤しながら、レールを伸ばしていきます。大体完成したら、線路脇に、木を植えたり、駅前に道路を敷いたりして完成です。どうでしょうか？京浜東北線、西川口駅です。早速、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？ふくふく線が楽しいですね。今回は、今は走っていない211系や、京浜東北線の209系も出してみました。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひ、コメント欄にて受け付けています。それでは、本編始まります。まもなく、西川口、西川口。お出口は右側です。The next station is 西川口。The doors on the right side. サビのあたりで気づいたふりしてはない。別にそんなに聞いてもないけど。